リップだけでも塗ってね。どうもです。いいじゃん。今日は23時半までですね。今日はちょっと久しぶりのすっぴん配信となりました。めちゃめちゃリップだけ塗りました。眠そうな顔をしているかもしれないですが、ただのすっぴんです。めっちゃ元気です。カリタン一番ありがとうございます。いらっしゃい。ドナルドさん、アキヤン、隊長もお仕事お疲れ様。大将さん、ありがとうございます。ローソンのアイス抹茶ラテ美味しかったって。あ、私も買ってるわそれ。また後日飲みますね。美味しかったそれ。あれ、ローソンの、ローソン限定。ワンガンさん、あ、そうですね、明日だよね、往来戦の決勝。早かったね、決勝になるまで。そっかそっか。広岡さんが決勝に進まれてましたね。すごいすごいよね。カルビさん、しんいち、えいじさん、じいじ、フジモンさん、大工さん、かんちゃん、あんちゃんさん、ベクポアさん、ブーちゃんさん、おさぴーさん、ダーさん、ぐっち、にじいろさん、みやびさん、三等賞さん、さといしさん、ありがとう。あ、そうなの？帰るの遅くなったって。お疲れ様です、さといしさん。のぶさん、まめしばさん、HK さん、おてもちゃん、山下さん、しげさん、グロボー、スマホ変えて、古いスマホが電話以外の機能がそのまま使えるって分かって、スマホ2台で便利なりって。古い、あ、なるほどね。そうそうそう、前のをずっと置いてたら使えるんですよね、電話以外のは。めっちゃ便利よね、前の置いとくのって。2台持ちしてるのね。いいな。若井さん、あやたか、村ピーさん、ハムちゃん、ロッピーさん、ありがとうございます。段ボールかじりながら配信聞いてたき。ひなこちゃん、こたつの中で寝ております。あら、かわいいね。夜はまだ寒いからね。ストリートくん、桜餅、ありがとうございます。マサさん、ありがとう。ひらがなの。お、湘南ゴールドジュース美味しいよね。飲んだ飲んだ、それ。美味しいに。カリタもすっぴんですか？おそろですね、今日は。カズアットマークさん、アダさん、ロッピーさん、リュウさん、ありがとうございます。すっぴんに見えませんか？リップ塗ったからかな。いや、今日ね、母が、お仕事お休みだったから一緒にお出かけしてたんですけどね、そのお出かけしてたのが母が最近行ってるという、家族風呂的な感じの岩盤浴に行っとったんですよ。でそれがさっきの話なんですけどね、ちょっと前の話で、で私あんま岩盤浴長いこと入ったことなくて、でね、100分、まあ、ちょっと出たりしたんやけど、合計でまあ100分近く入っとったんですよ、岩盤浴に。もう汗がすごくて、もうびっくりよ、本当に一生分の汗かいたわ。それでお風呂入って帰ってきたとこなんですよ、私。でこれからまたメイクしようかなって思ったんですけどね、なんかせっかくこうその岩盤浴も行って結構こう保湿もされた状態で帰ってきたので、メイクするのなんか
これでしちゃったらまた肌荒れちゃったらもったいないなとかと思って、今日はすっぴんでさせてもらいます。どこまで読んだかな。ありがとう、じいさん、たくたんさん、ポップマスターさん、若いさん、ありがとう。豆柴さん、プチ、ありがとうございます。今日のバックミュージック良き。あ、ありがとう。これいいよね、たまに流してるんですけど。マイカグラさん、ヘビクボさん、ありがとうございます。ルンルンルン、ケンスケ、はい、今日はスピンです。そうなの、虹色さん、行ってきました。お、ノリターマンもすっぴんですか。おそろー。花ちゃん、パリピ孔明ってなんだっけ、アニメだっけ、始まるよって、春アニメか。ムラチン、はいありがとう。海鮮のぬりさん、カウントありがとうございます。スキさん、カクさん、ありがとう。ジンさん、ありがとう。ユッキーさん、プチ、ありがとうございます。カルビさん、桜餅ありがとう。ヘビクボさん、今日は京都へ来てます。八坂神社の桜が絶対綺麗やん。京都の桜、しかも今日めっちゃ満開じゃない多分。お、スコールさん、お熱下がりましたか、よかった、お大事に。ちょび高いね。デメキンさん、ありがとう。今日もうわ、めっちゃ豪勢なお弁当じゃない、マサさん。ジャンジャカの焼肉カルビ弁当だって。え、ジャンジャカって弁当売ってるんですか、最強だね。86さん、今日天気良かったね。あの、なんか朝はちょっと曇ってたんですけど。に、千里さん、ありがとうございます。ダーさん、ありがとうございます。あら、今日もケンスケ、プチ、ありがとうございます。カードキャプターさくら、ちょっと見てみたけど、え、本当？お、いいね、いいね。え、どこで見てるんだろう。めっちゃ前だからさ、カードキャプターさくらって何で見てるんやろ。顔の雰囲気似てますか。あら、恐れ多いわ、さくらちゃんに似てるなんて。ゆいさん、あきえもんさん、ありがとう。おさぴーさん、かわいい10個、ありがとうございます。ただおさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、そうなの、ポップマスターさん、昨日配信終わるまで仕事してた。お疲れ様です。今日は終わってるのかい。iPad で会社のズーム会議してる下で携帯使ってショールームの配信見てるとバレるんですけど、いい方法ないって。え、それ今ってことですか、昼間、お昼間ですか、どなたかの配信ってことかな。いい、皆さんないですか、いい方法ない、会社で盗み見てる人いる。すみません、会社で盗み見ているのアーティストが誰かは分かりません久しぶりにシリ起動した、みんなありがとう。シリに聞いても分からなかったです。じゅんやさん、桜餅、ありがとうございます。ゆうじさん、カウントありがとう。猫さん、こんばんは、ありがとうございます。ストリートくん、花びら、ありがとう。あ、さとしさん、排他的の工場行ってきたんですか。いいね、太陽石油さんの。うわーん、いいね、いいね、ありがとう。まゆまゆさん、まーちゃん、こんばんは。ひろひなさん、お疲れ様です。今日も京都て。あ、ゆうじさん、おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアユージさん。
おめでとうゆうじさん、今日誕生日なのね。お、まだあと1時間半は今日があるね。あ、ひろひなさんありがとう。あのワンピースいただいたんですけど、めっちゃ可愛いことないですか。ちょっとクリームっぽい色になってるんですけどね。あのウエストもキュッとしててね、あのスタイルアップして見えるんですよ。ありがとうございます。可愛い、めっちゃ。虹色さん、可愛い塾ありがとう。トゲプチありがとうございます。ハムちゃん、桜餅ありがとうね。私の古いスマホは車の中で竹山聞く用の。あ、そうなん？へえ、プレイヤーになってますだって。あら、そうなんですか、嬉しいですね。若井さん、プチありがとうございます。お、若井さんもおそろすっぴんですか。おしつりさん、はい、今日はすっぴんです。このアンパンマンみたいな、このほっぺのとこにこう光ができるアンパンマンにもあることない、あれなかったっけ。あ、これはには映ってないけど、なんかあるよね、四角のなんかテカリあることない、アンパンマンって。ありがとう、失礼さん。ケンボさん、毎度ありがとう。ね、コロボ岩盤浴入ったことないですか。サウナも入ったことないの。え、そうなんや。へえ。あ、あの私もサウナあんまり得意じゃなくて、すぐねこう入ってもそんな長いできないというか、結構苦しくなってすぐ出ちゃうんですけど、岩盤浴はね、あのすごい温度を低めに40度ちょいぐらいかな、40度ぐらいに設定されててね、ほんと全然入れる。で、寝て寝転がって、まあ、浴衣着て寝転がるんですけど、それだけでね、ほんとにね、じんわり汗をかいてくるという感じですね。めっちゃ良かったです、ほんとに。サウナ派か、ゆいさん。なんかあの、ロウリュだっけ、なんかめっちゃ熱い石にこう水ジャーってかけるやつ、あれはびっくりした。一回入ったことあるんやけどね、もう全然息できんなるね、あれびっくりしたわ。金ちゃんさん、がっくんさん、ありがとうございます。ひろくん、おかえり、お仕事から。ようちゃん、ありがとうございます。今日もぬくもりさん、プチありがとうございます。すっぴんって菅べっぴんさんって意味。え、そうなのそれはなんだか恥ずかしいよね。あ、そういう意味だったんだ、知らなかった。すっぴんって意味、菅べっぴんって意味なんだ、すっぴんって。え、ほんなら普通にさ、メイクしてない状態のことをなんて言うんだろう、逆に。素肌。え、京都はもう満開やねって。そうなんや、こっちも今日と明日ぐらいで満開ってね言ってたよん。純也さん、ありがとう、嬉しいですね。サクサクパンダさん、金太郎さん、ありがとう。ひーちゃんさん、ありがとう。はるかさん、ありがとうございます。のりたま、素敵なワンピースやったやろ。そうなのよ。フジモンさん、セミありがとうございます。いやー、岩盤浴ほんと気持ちがよくて、こう入り終わった後のこの感覚もすごいいいですね。なんか岩盤浴の後ってどこまで読んだかな。あ、すごいコメントもらってるな。おっきいさん、ありがとうございます。え、すごい、今日の甲子園延長サヨナラホームラン出たんだって。燃えるね、それは。すごい。お、いづきゅん、いいね、近場の桜一通り見てきたって。今日めっちゃ咲いてたでしょ。ゆたかさん、ありがとうございます。ほっ、なおさん、兄さんさん、100回訪問、記念すべき日ですね。ありがとうございます、毎日来てくださって。
よきですね。竹山メイズさん、サカピーさん、ありがとう。嬉しいですね。シーチカウント、ありがとう。おちえさん、プチ、ありがとうございます。すっぴんでメイクをしてないだけで何もしてないわけじゃないんだよね。うん、お風呂上がってその化粧水、乳液塗ったって感じかなの状態ですかね。保湿、ケンスケセミ、ありがとうございます。そうなん、めっちゃスッキリしたよ、ほんと100分だから。ほんとね、ローマ字のマサさん、ありがとうね。あ、ヒロ君おやすみ、ありがとうございます。ちょ待てよ、すごいな、ちょっとコメントが消えてしもうてすみませんよ。のりたまプチ、ありがとう。ストリート君、お、800回訪問なんだ、ありがとう、すごい。今日もありがとうございます、800回だって。バンクーバーさん、おかえり、今帰ってきたんですか。ごゆっくりとね。はるさん、こんばんは。うん、ユッキーさん、セミ、ありがとうございます。隊長、ありがとう。恐れ入ります。金蔵ビーさん、金蔵ビーさん、ズッコケさん、ありがとうございます。ドナルドさん、エイジさん、大地さん、セミ、ありがとう。カウントとありがとうございますね。シリが怒られたシリにね、わかりませんって言われた。オカムさん、シリです。あ、めっちゃシリシリ言ったらまた発動してしまう。40分、あら、すでに7分遅れちゃってるわ。明日は12時前後は、へっ、ちょっと天気悪いんですね明日。コロボ了解。バリンチュさん、早いね、ありがとう。フルー、ありがとうございます。乾いてゆく心の中は何か欲しい、指きたす貧困層、混沌スパイラル、ありがとう。ひーちゃんさん、カウントありがとうございます。オリバちゃんさん、こんばんは、ありがとう。お、まさみえらさん、いいよね。僕も仕事帰りにバリ風露天風呂、めっちゃ良さそうじゃん。行ったんですか、おめでとう、おめでとう。お、豆柴さん、セミ、ありがとうございます。わ、ね、めっちゃ素敵なワンピース、ちさとちゃんに、ちさとちゃんに、よしんこ、豆柴さんより。アントワーヌさん、こんばんは。ムラチン、セミ、ありがとうございます。お、グッチフルありがとう、今日もありがとうございます、嬉しい。今ヤフオクに入札中、ライブの、あ、買うって、買うかもって言ってたやつかな、リラックマ。ほう、マジ、隊長セミ、ありがとうございます。あら、嬉しいですね、ありがとう。若いさん、カウントありがとうございます。あ、コロボ、ね、聞いたことあるってレベルなよな、そのあいみょんさんの。あー、桜が降る夜はいや、まず歌詞がわからんかった、ごめん。ここ以降の4月の夜はまだ少し寒いねってね、ていうかもう3月が終わってしまうことにびっくりなんよ。終わっちゃうんですよねえ、あやたか、あさってエイプリルフールです。みんなにどんな嘘をつかれるか不安です。あ、私ですか、私はもうつかないですよ、嘘は今日は嘘つけない日だから、
もう本当のことだから、これだからみんな私のこと騙さないでね、よろしく。コトクさん、ありがとうございます。今日も一日お疲れ様です、ありがとう。クエポンさん、セミありがとうございます。今日も岩盤浴も温度いろいろよって。あ、そうなんですか、ゆきさん。今日行ったところは40度前後でしたね。そうなんや。大将さん、フルーありがとうございます。ありがとう大将さん。高校生の娘が茶髪になっててびっくりしたって。ひなおちゃん、親に行ってから染めた、仕事戻りまして。え、高校生さん染めていい学校なのかな。いいね。でも私はね、あんまりその当時は染める気なかったんですけど、なんかこう卒業してもね、本当に卒業したような子には見えない風貌というか、まだなんか中学生みたいな風貌だったのよ、18歳卒業したての時。だからなんかね、逆にこうなんか大人っぽくするために染めたらって言われた気がします。母に染めた方がいいよって言われて、で私もちょっとその染めたかったけど勇気がなくて、後押ししてもらって染めに行ったかな、母と染めに行った気がします。初めて染めた時かなり明るくしてもらったんだよな。ぬくもりさん、セミありがとうございます。岩盤浴うらやましい、3年くらい生きてないわ。あ、そうなの、一緒に行こうって行きたいね岩盤浴ね、いいですね。岩盤浴めっちゃ良かったな、ほんと。サウナは水風呂と交互に入るのよってね。あの隣に水風呂あるよね、お風呂行ったら。あら、それはファントムさん、やめといた方がいいね。岩盤浴後に謎の体調不良で、あれかな、脱水っぽくなっちゃったのかな。お、ピノキオ先生、はい、ぜひとも。今夜はひなほちゃんの声聞きながら寝落ちですって、先に言っときます。おやすみ。ミーシャさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、ノーメイク、素顔ノーメイクか、ノーメイクです、今日は。ゆうきさん、カウントありがとうございます。キュインさん、ジージーフルー今日もありがとう、ありがとうございます。たくさん、トキキさんいらっしゃい。あんちゃんさん、ありがとうございます。あ、のぶさんフルー、ありがとうございます。この恋が実りますように、少しだけ少しだけそう思わせて、今私。ありがとう。あ、なんとザラシさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。介護の CM でしてくださったんだって、ありがとうございます。え、嬉しい。 YouTube のあの投稿されてるやつかな。わ、ありがとうございます、ザラシさん。フジモンさん、フルありがとうございます。あ、フジモンさん、今日900回ですか、ありがとう。え、すごい、みんな今日は何百回っていう日になってますね。ありがとう、フジモンさん、すごい、900回。白熊さん、ももたんさん、ありがとう。ヨッピーさんに、ローマ字のマサさん、フルー、ありがとうございます、ありがとう。お、ケンスケもフルー、ありがとうございます。お母さんとゆっくりできてよかったねって、はい、とてもなんかご飯もね食べれたし、ゆっくりできましたよ。結構割とどこに行くにも一緒にいたりしてますね、母とは。そうなの、ロッピーさん今日は岩盤浴の後だからこの BGM
コロボ岩盤浴はね、あの浴衣着て入ります。岩が熱すぎて、そのもう肌に当たるともうあっちってなるから、何か着とかないとですね。コロボ丸焦げになる。麻雀の後に岩盤浴最高ですね。ひろひなさん、トゲセミありがとう。トゲイナッチさんいらっしゃい。マササーティワンさん今日もありがとうございます。ミムチンさんいらっしゃい、ありがとうございます。ブタエさんかな、ブタエさんありがとうございます。こんばんは。ハムちゃん、サトシさん、ありがとうございます。今日も最高なすっぴんスマイル。あ、はい。そして輝くウルトラ、はい。聞くスタイルになってしまった。お、ミキナンさんありがとうございます。こんばんは。ショーブーさんいらっしゃい、ありがとうございます。ちょっとギフト読ませてもらいます。おひつりさんバラありがとう。ひーちゃんさん桜餅、のりたまにおひつりさん、お、ハートたくさんありがとう。よしかずさんかわいいありがとう。隊長レインボースターありがとうございます。あ、隊長めちゃくちゃ桜餅いただいてありがとう。佐々木さんも桜餅ありがとうございます。あ、花びらもたくさんありがとう。パラリラパラリラ。おさぴーさん、こえぽんさん、おんぷありがとうございます。むねたかさん桜餅ありがとう。おさぴーさんレインボースターたくさんありがとう。お、なおさんお疲れ、10個もありがとう。お疲れ。おひつりさんだるまこてありがとうね。今日もカノンさん、ダルマレンジャーこてありがとう。ファントムさんありがとういただいて、ノブさんハートありがとうございます。佐々木さんたくさんの花びらバラリラバラリラありがとう。ひろひなさん桜餅ありがとうございます。バラもだありがとう。あ、そうだ、バラこれずっとこもらったやつ、これ出したかった。ありがとうバラ、めっちゃ綺麗だよねこれ。ありがとうございます。ああなかなか立たない。太郎くん桜餅ありがとうたくさん。ケンスケ花束パサありがとうございます。お、韓国の方が桜餅くださってる。カムサムニダ。おひつりさん小判ありがとう。あ、ぬくもりさんもたくさん桜餅ありがとうございます。あ、フジモンさんたくさん桜餅ありがとう。こえぽんさんたくさんのだるまレンジャーこてありがとうございます。と桜餅もありがとうね。こえぽんさん、なおさん、にいさんさん花束10個わさありがとう。ジュルルルル、アマトーさんセミありがとうございます。カウントとリラックマンもセミありがとうございます。今日もキュピのりたまさんいらっしゃいありがとう。ふみひこさんいらっしゃい。サカピーさん、トロケルさんプチと、サカピーさんフルね。え、あ、時計一周で出たくなるからなって。え、でもサウナ12分入れるのすごいね。そんな入れないわ多分。フルありがとうございます。サカピーさんありがとう。お、三等賞さん、なおさん、兄さんさん、フル。あ、大工さんもだ。カウントとフルありがとうございます。今日もあら、虹どなたかありがとう。そういや高知のアンパンマンミュージアム行ったことある？太陽石油で出たんで排他的。ね、アンパンマンミュージアムね、多分ね行ったことあると思うんだけど、記憶にはなくて、もうめちゃくちゃアンパンマン好きだったからあると思うんですけどね。
また行きたいね。ひたてき。怖いものなし、お金もないし、失うものなんて何もない。広い世界の真ん中。ありがとう。ありがとうございます。しんいちフロー、ありがとう。しんいち、今日もありがとうございます。どこまで読めとったっけ。どこまで読めてる。竹山めいちさん、セミありがとうございます。セミ太郎くん、こんばんは、ありがとう。マサさん、プチありがとうございます。お、お仕事お疲れ様です。明日も頑張ったよね。よし行こう。頑張ってね。桜が降る、桜が降る夜はあなたに会いたい。よくわからんかった、ごめんな。歌詞を言うてもらっても思い出せないという。それね、めっちゃいい曲なのにね、歌いたいのにな。まーちゃん、ピルクルフル、ありがとうございます。今日もまーちゃんとピルクル、何しようかな。あ、あれあれ、なんだっけ。ちょ待ってよ。ごめんね。あー、すごいいっぱいぐるぐるしてる。さては一座の皆様へ、ちょいと出ました私は、お見かけ通りの悪性でよ、ほいほい、はいやこらせどっこいせ。ありがとう。ちょっと歌いたかった歌が思い出せんかったわ、歌詞とか。太郎くん、ありがとう。エイジさん、フル、ありがとう。エイジさん、空を飛び越えて僕を迎えに来てよ、3000光年の遥か向こう、スターダスオーバーフロー。ありがとう。わ、リラックもありがとう。名古屋予約してくれて嬉しい、ありがとうございます。ほんと太郎くん、セミありがとね。ドナルドさん、フルー、ありがとう。ドナルドさん、ありがとう。よし、こうしてもらって。ムラチン、カウントとフルー、ありがとうございます。今日もそう、ひなぼうが配信始めた時中学生が登った。そうよね。そうなの、なんか髪型とかもね、すごいなんかこう、まあ、中学生っぽくて、そう当時なんか髪だけは染めたらなんとか大人っぽく見えるかと思って染めてみた時があるんだよね。朝に顔を洗う時に全身を使いますかって、どういうことだろう。全身ある意味使ってるかな、どうだろう。浅はかのヒーローさん、カウントありがとう。あ、本当？いつも以上に声に癒されまして、ありがとうございます。嬉しいね。ユッキーさん、フル、ありがとう。今日もなぜ巡り合うのかを
私たちはいつも知らない、いつ巡り合うのかを、私たちは。ありがとう。エイジさん、ありがとうございます。嬉しいです。お、ジェニー君さん、おめでとう。4月から高3になります。若いということはまだ17歳ってことですか。うわー、え、花の17歳じゃないですか。楽しんでね、ジェニー君さん。ナオさん、よしんこ、ありがとうね。ムラチン、あ、ムラチンやない、ごめんなさい、ムラピーさん、フル、ありがとう、ムラピーさん、今日もフルしてくれてありがとうございます。あ、ピルクルもワクチンお疲れ様。あ、ほんと安静にね。その日暮らしさん、カウントとセミとよしんこ、よしんこ、ありがとう。兄さん、肌、兄さんさん、肌ツヤ良きですか、ありがとうポンズママさん、セミとカウントありがとうございます。わーい、今日もありがとうございます。中爺さん、よしんこ、イヤーズ106さんかな、こんばんは、ありがとうございます。じゅんやさん、フル、ありがとう、じゅんやさん、今日も嬉しいです。ひめみきゃんさん、カウントありがとう。あ、バンクーバーさん、フルだ、ありがとうございます。900回訪問のフジモンさんに、ふん、お腹ポンポン、どういうことどういうリクエスト。あ、フジモンさんにってこと、ポンポンってこと。きなこいさん、いらっしゃい。赤瀬あかりさんの恋の行方、その奇世界人形が恋をするのエンディング曲なんだよって。あ、前に言われてたやつかな。あ、だって赤瀬あかりさんがあの、え、役やられとんじゃなかったっけ、その奇世界人形の。え、違うかったっけ。違うか。え、すごいね。コエポンさん、アントワーヌさん、フル、ありがとうございます。今日も自分も若い頃、年より若く見られたので。あ、ヒゲわざと伸ばしてた。そうなんですか。へえ、いいね、ダンディーで。そうかそうか。はい、村地いってらっしゃい、ありがとうございます。おひつりさん、セミ、ありがとうございます。今日も四川飯店の五目あんかけおこげをまだ食べてないやって。あ、ぜひ食べてみて、おひつりさん、おいしいよ、ペロリといけますよ、本当に急に聞くスタイルやったね、ウルトラソウルあ、ナオさん、それ気になったよね、美味しいですか、あの、だからのミルコアってやつ出てたね。リュウさん、フル、ありがとう。リュウさん、岩盤浴で整ったことないけど、ひなほルームでは整ってます。あら、ありがとうございます。整うってあれかな、落ち着くってことかな。ぬくもりさん、フルありがとうございます。嘘じゃないよあ、ということはさ、4月1日はさ、あの、フルじゃない方が殺到するかもしれないってことえ、そういうこと。ありがとう、ぬくもりさん。ひろひなさん、フルありがとうございます。今日もひなおちゃんはガチャ回すとき画面をなでなでしたりするって言ってたけど、うん、なんだ。お、なおさん、謎に畑田さんのドライチを食べたくなって、ついでに県外に贈り物としてサブトモも買いました。ありがとう、サブってこと、ありがとうございます。なおさん、自分はどうかひなほちゃんのご加護をって念じながら毎回ガチャ回してる。嘘、ほんとあら、ほんと。あ、それを今聞いたから、なんかパワーって
その時に遅れそうな気がする。ご加護があり、あらんことを。ノーさん、お、結構久しぶりか。ありがとうございます。来てくださって嬉しいです。今日もカノーさん、のりたま、あ、カノーさんの奥様もプルー、ありがとうございます。今日もたくさんいただいて。カノーさん、だるまレンジャーコティ、ありがとう。フジモンさんに、あ、大好きだ、君が大好きだ、僕は全力で走る。大好きだ、ずっと大好きだ、声の限り叫ぼう。大好きだ。ありがとう。息が苦しくなるよ。キャプテンさん、いらっしゃい。コウタロウさん、ワンガンさん、セミ、ありがとうございます。今日も娘が見ているお母さんと一緒、お姉さん交代みたい。ひなおちゃん小さい時見てたって、あ、見てたと思います。でもそれもね、あんまり覚えてないな、見てた時のこと。そう、覚え、あの、見てたのは覚えてるんだけどね。そうなんや、交代されるのか。にじいろさん、セミ、ありがとうございます。今日もひなおちゃんにデレデレふにゃふにゃ、ありがたや。かわいいな、その顔文字。ありがとう、にじいろさん。ドワーフさん、いらっしゃい。お、コラボ10時。え、ごめんね、12分も遅れてて。ちょっとムシムシするから雨降りそうで。あら、いやね、ほんとに。気をつけましょう、明日。おやすみ。ありがとうございます。今日も。あれ、天使の奥間いただいたね。さっき、あ、そうだ、見えてたのに。ありがとう。野菜炒めさん、ありがとうございます。体に気をつけてねって。こちらこそ、一緒に気をつけましょう。ちょっと読ませてもらおう。あ、ここだ。てっちゃん、レインボーだ。ありがとう、レインボー。レインボー、ありがとうございます。あと、フジモンさん、天使の奥間ありがとう、すごい、ありがとう、フジモンさん、あ、ありがとうございます。あ、すごい、これて、てちゃん、レインボースターもありがとうね。なおさん、バラに音符、ありがとう。あ、佐々木さん、かわいいジョコ、ありがとうございます。おさぴーさん、うま、ありがとうね。にじいろさんも、うま、ありがとう。まーちゃん、だるま、こて、ありがとうございます。エイジさん、もももも、サイリウム、ありがとう。かわいい、あら、たくさんありがとう。ひでゆきさん、音符、ありがとう。あら、てっちゃん、花びらに桜餅、ありがとうね、かわいいと。あ、ワンガンさん、太鼓の奥間じゃないか、ありがとうございます。太鼓の奥間、ありがとう。とね、猫さんが猫に小判いただいてる、ありがとう。おさぴーさん、バラありがとう。ようちゃん、結婚して。なおさん、にいさんさん、あ、桃10個もありがとうございます。すごい、桃だよね、いまだに謎。ありがとうございます。お、てっちゃん、いらっしゃい、ありがとう。今日はなぜか口ずさんでた、バビル2世。聞いたことないかも、バビル2世の歌。え、夏メロ。体調フルなん、ありがとう、フル、ありがとうございます。今日はマフィアの日なんですか。ワイルドヒナポーズお願いします。ワイルドヒナポーズでしょ。ちょっと待って。これワイルドヒナポーズです。精一杯のワイルド。あ、フルやねん、ありがとう。ポップマスターさん、ありがとうございます。ウリピオ、
ジャンさん、かおりさんのルームよりプチとカウントまでありがとうございます。ウレピオ、辰野倉さんいらっしゃい。お、大地さんフル。ありがとう大地さん、今日もわーい、トゲフルー、ありがとうございます。ありがとうございます。なーちゃんは反抗期的な時期であったの？ないと思う、自分の中では。でもあ、そんな、もう見た目とかは本当に全然ないし、こう気持ち的にもずっとそんなに変わってない気がするんですけど、私はなかったと思うんだけどね、反抗期的な。でもそれまたはあの目線が違うからさ、こう当の本人だから、もしかしたら母とか祖父母とか反抗期的な時期があったと思ってるかもだよね。聞いてみないとね。あきえもんさんフルー、ありがとうございます。ありがとう。今日はつくしの炒め物食べました。お、あ、つくし取りたかったのに。いいね、つくしの炒め物美味しそう。今僕たちはあの夏を越えてゆく、新しいスタートは初めての連続で、ワクワクと。ありがとう。今日も秀幸さんいらっしゃい。お、若井さんセミありがとうございます。若井さん、のんびりしたいねんさんいらっしゃい。アマハ、春休みも残りわずかになってしまいました言うて、え、いつからだろう、8日からとかかな。アマハ、春休みもうちょっとか。新生活もドキドキだけど楽しいぞきっと。ドワフさん、今夜のお供はウーロン茶とみたらし団子。お、合いそうですね、いいな。ようちゃんフルー、ありがとう。ありがとうございます。右から左へと言葉が流れる、退屈そうな顔、画面見つめる君、次元の壁越えて。ありがとう。ペリーさん、よしんこありがとう。おしつりさんもありがとうね、今日も。僕の記憶がすべて消えても、生まれ変わったらまた君を探す。ありがとう、ありがとうね。クラシャノブさんいらっしゃい、ありがとうございます。ヨッコさん、プチこんばんは、ありがとうございます。あ、それを見たのかも、きなこいさん MV のコスプレ、もう似合いすぎてすごめちゃくちゃ覚えてるんだけど。マサさんセミありがとうございます。お、あ、そうだよね、マサさんめっちゃ温泉行かれとるもんね、いつもサウナ好きですって。人間っていいな。行きます。いいな、いいな、おいしいおやつに子供の帰りを。今日はイージーイージーです。まみしばさんふる、ありがとうございます。今日も900回のフジモンさんに僕藤江もぼく藤江も、のび太くん
またジャイアンにいじめられたの？ドラえもん、ドラえもん、道具出してよ。パシフィックさんいらっしゃい、ありがとうございます。違う、フジエモンやった、フジエモン。猫さんフル、今日もありがとう猫さん、嬉しいです。お、大文字の K さんこんばんは、ありがとう。ストンコさんいらっしゃい、ありがとうございます。ジャンさん、良きですかこの BGM、 ありがとう。アットさんこんばんは、レオン丸さん行ってこーい、ありがとうございます。ファントムさんフル、ありがとうファントムさん、嬉しい。ワイルドワイルドだろう。流星さんこんばんは、ありがとうございます。時間だね、もう21分だ。鳥ちゃんさん、にゃんころにゃんそさんいらっしゃい、ハラメタルフル、ありがとうございます。すっぴんめっちゃ幼く見える、うるせえ言われたい。あ、めっちゃエコ、うるせえ。うるせえっていう時顎が出る、うるせえうるせえうるせえ。あ、おかむさんフル、ありがとうカムさん。岩盤浴したことないんですが、多分その後ビール飲みたくなりそう。いや、きっとそうですね。いや、ほんとね、ビール好きな方はね、もう出た瞬間プシュッと行きたいはず。へー、ドワフさん、スカイちゃんとフジちゃんかける2来たって、え、4人当たったってこと？すごくない？すごいね、ドワフさん。シロさんいらっしゃい、角倉さんフル言ってないか、ありがとう角倉さん、ありがとうございます。反抗期のピークは、あのうるせえって言ってた時期か。あ、そうかもしれないいっぱいある。私給食めっちゃ好きだったから、のなんか小さいおかずとか大きいおかずとか、なんかそれ一個一個にも好きなものがあったけど、大きいおかず、あのね、五目煮みたいな、なんだっけな、五目煮だっけな、めっちゃ美味しかったのがあったんですよね。めっちゃ好きやったよねあれ。お、若井さん 2.8 周、ありがとう、たくさん、ほぼフル、ありがとうございます。わ、ポップマスターさん素敵、近所の公園桜が満開です、いいなあ。あ、太郎くんおやすみ、今日もありがとうございました。てちゃん一周ありがとう。え、全然知らん、ガッチャマンもバベル2世も。ガッチャマンは聞いたことはあるかもね。そうなのよ、のび太くん似てる？嘘？ほんと？ドラえもん、道具出してよ！ひなえもんってかわいいな、好きだ。ひなえもん？ひなえもんになったの、私、のんちゃん。あれ、おさっぴーさん、サイフル！すみません。ありがとう。おさっぴーさん、ありがとうございます。ヤックンフル、ありがとうヤックン、今日もありがとうございます。あー、ミネストローネーと芋炊き、あー、わかる、さとちゃんわかる。いや、もうあの、でも、もう何が来ようと白米しか勝たんと思いながら食べてたから。でもね、でもそれでもやっぱ大きいおかずって
大事よね、何が来るか。アズニャンさんいらっしゃい、ありがとうございます。あ、のりたま、あのイベント情報ありがとうございます。告知、私給食苦手民でした。あ、そうなんだ、のんちゃん。え、好きなのなかったの？あんまり食べるの遅すぎて掃除の時間も給食室で食べてました。そうなんや。え、給食って残したらダメな、あの、あれか、残したらダメだったっけ。そうかそうか、そりゃ大変じゃな。そうかそうか、わしはめっちゃ早かったな、給食食べるのだけは。他は遅いんですけど食べるのだけは早かった。あ、ギフト読ませてもらおうね、ありがとう。のりたま、かわいい10個ありがとうございます。ようちゃん、めっちゃサイリウムありがとう、たくさん。ひでゆきさん、なおさん、流れ星ありがとうございます。こえぽんさん、音符ありがとう。のみともさん、さくらもちありがとうございます。ようちゃん、ありがとう、いただいて。ささきさん、音符ありがとう。ひでゆきさんも音符。やっくん、だるまレンジャー、こてありがとう。おさぴーさん、花束はさ、10個もありがとう。アントワヌさん、桜の花びらありがとうございます。ひらひらりん、よし、そしたらちょっとお供タイム行こうかな。今日のお供さ、なんかどんな味なんだろうな、これ。今日のお供はこちら、朝日の炭酸ウィルキンソンレモンジンジャーっていう味です。ウィルキンソンの炭酸ってあんまり飲まないからな。甘くないってことだよね、多分。ウィルキンソンの炭酸水、甘くないスパイシージンジャー。あ、ちょっと癖強そうな気もする、これ。飲みたいと思います。え、大工さん珍しいね。高校でも給食やったんですか。いいな、でもそれはそれで。ん？あ、でも匂いはそんなしないかも。ちょっとほのかにレモン風味って感じ。風味？レモン風。うん、よし。ということで、お泊まり方一緒に乾杯。はあ、はあ、これがレモンジンジャー。おしゃれ、おいしい。あの、は、あの、ようさ、最近のおしゃれなお店の匂いがする。匂いというか、なんか匂いの味というか、この生姜、生姜がまたこのおしゃれな味を醸し出してるんだね。甘みはないですね、ほんと。風味だけ、風味がレモンとジンジャーの風味がするんやけど、めっちゃおしゃれなんですよ。これなんて言ったらいいんだろうな。なんかよく香りのお店とかでもこの匂いよくこう嗅ぐんだよな。匂いの味なんて言ったらいいんだろうとにかくおしゃれなスメルがします。でも甘くないから炭酸水が飲めるというか、人じゃないとあれかな。ぜひぜひ飲んでみそ。炭酸強いよ、結構。
なんか私ウィルキンソン炭酸飲んだことあるんですけど、ウィルキンソン炭酸そのまま私飲めなかったんですよ。けどねこれだったらね飲めるわね、味がついてるし。そうなんよね、おしゃれな味がする。ということでランキング読みしようかな。何しよっかな今日。お、久しぶりにこれをかけるか。お、ガンちゃんさんこんばんは、ありがとうございます。お、ワンガンさんフルだ、ありがとうワンガンさん。今日ものんちゃん左右のも、ありがとう。13位、虹色さん、ありがとう。今日もありがとうございます、虹色さん。12位、若井良二さん、ありがとう。若井さん今日もたくさんのなげコメントありがとうございます。11位、ようちゃん、ありがとう。ようちゃん今日もたくさんありがとういただいて。10位、じいじ、ありがとう。じいじ最近お忙しい中いつも壇上ありがとうございます。9位、のりたま、ありがとう。のりたま、あ、後ろに告知書いてくれてありがとうございます。ありがとうね、のりたま。8位、ワンガンボーイさん、ありがとう。ワンガンさん今日もたくさんありがとうございます。ありがとう。ラッキーセブン、ジャーニアン隊長、おありがとう隊長。今日もありがとう、仕事終わり、明日はいい日になるぞい。6位、コエポンさん、ありがとう。コエポンさん今日もたくさんいただいてありがとうございます。今日もありがとう。5位、お、てっちゃん、ありがとう。てっちゃんコメントもたくさんありがとうございます、お疲れしゃん。そして4位、藤右衛門、藤右衛門さんありがとう。変わっとるんだけどありがとうございます。今日もたくさんありがとう。900回ありがとう。そして3位、あ、ボン、佐々木さん、お、佐々木さんありがとう。今日もたくさんいただいてありがとうございます、お疲れさん。そして2位、あ、ボン、おさっぴーさん、ありがとう。おさっぴーさん、おー、ありがとうね。にたくさんいただいてありがとうございます、お疲れさん。そして今日の第1位、あ、ボン、なおさん、233、すごい、ありがとう。毎日ありがとうございます。1位です、ありがとう。今日もということで1976名様たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるのでよかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。はい、ではでは最後1曲歌って終わります。何でもリクエストしてください。リクエストタイム、よーい、スタート。ありがとう。お、まさしさんいらっしゃい、ありがとう。ジュールルル、ガンちゃんさん、バラありがとう。プラネッツ、揺れる想い。あ、そういえば明日の夜の8時ぐらいにめっちゃ久しぶりに YouTube の方で歌ってみた動画、歌ってみた投稿をしようと思いますので、よかったら聞いてくれたら嬉しいです。明日の予定、明日の夜8時ぐらいに出しますね。ぜひ聞いてな。プロミス・ザ・スター。
さよならメモリーズ。いいよね、桜坂。ゴースト・オブ・ア・スマイル。筆ペン・ボールペン。チェリー・香水。スイート・エモーション・いつか。桜。最近覚えた曲。ほう。そばかす。好き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 のやつか。Give me five。エール、桜、残響、参加、コネクト、僕の音、ありがとう、めっちゃ楽しみって言ってくれて、8時頃、アマハありがとう、若井さんありがとう、トグリーさんありがとう、ドナルドさんありがとう、ショットさん。じゃあ今日は